はい、おもちゃいです。本日はですね、タクでアドを取るをテーマに話していきたいと思います。まあね、昨日に引き続き座学的なね、動画になるんですかね。きっとね、役に立つと思うので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。まあ、サクッとね、僕についてなんですけど、S34 でね、2シーズン連続レート2000達成しましたと。まあ、今回ですね、タク勝負について解説をしていきます。はい、まずタク勝負って何ですかって話からなんですけど、選択勝負の略。これ多分、ちゃんと知らない。自分と相手の選択がじゃんけんのような関係になっている際に使われる言葉。まあ、例えば、自分がグーを出した時に相手がパーを出したら相手が勝つ。まあでも、チョキの選択をしたら自分が有利になる。みたいな感じだね。関係になっている際に、タク。ここタクだね、みたいな感じで言いますね。僕も結構実況で言ってるんじゃないかな。はい。で、今回ですね、タクでアドを取るために意識していることを解説していきたいと思います。まず、タクは運ゲー。おい！今回アド取るって言ってるのに運ゲーなんかい。まあまあまあ。じゃ、この後にね、ちゃんと話すんで。はい。まあ、タクは運ゲーです。大前提として。まあ、相手の心理を読むと言っても、プレイヤー次第でね、結局結果が変わってしまいます。だから、タク勝負で大事なのは、結局ね、その、どのタクを選んだ結果は、運なんですよ。相手がどの選択をするかによって、やっぱ、じゃんけんも運ゲーじゃないですか。なんで、そのタク勝負の中で大切なのは、すべての選択肢をしっかり把握することですね。まあ、要は、じゃんけんで言うなら、グー、チョキ、パーが、それぞれ出せるじゃないですか。ただ、自分がグーの選択肢しか認識してなかったら、絶対パーには勝てないじゃないですか、相手のね。だから、自分と相手のそれぞれのテーブルに並んでるカードを、それぞれ何があるのかっていうのをしっかりね、把握することが、タク勝負においてね、有利に進めることが大切かなと思います。はい、まず、タクの種類。まあ、これ3つですね、簡単に言うと。現環境は。まあ、1つ目が、まあ、当然、技。まあ、自分が何を打つのか。相手が何を打つのか。はい。まあ、シンプルですね。で、次が交代。まあ、例えば、まあ、フリ対面。まあ、ガブ、こっち行って、相手がサーフボーで、裏に海流がいるとかだったら、まあ、引いてくる。海流引きが見える場面ですよね。そういう感じで交代がもう一個。で、テラス。まあ、これは、じゃさっきと同じだと、ガブリアスとサーフボー対面で、サーフボーが飛行テラス切ってくるんじゃないか、みたいな感じで。相手のね、タクの中身。相手がどういう選択肢を持っているのか。まあ、自分の選択肢はね、結構見えてると思います。どういう選択を取れるのかっていうところはあるんですけど、その、自分が何をできるかっていうのは、もちろん自分の構築なんでわかるんですけど、相手がどのような選択肢を抱えているのかっていうところをね、考えるために、しっかりね、環境を理解していくことが、タク勝負の中で大切になるかなと思います。続いて、はい、どのタクを選ぶか。まあ、まず第一になんですけど、全対応できるタクを探す。これはですね、相手がどのような行動を取ってきたとしても、こちらがアドバンテージを取れるタクを探しましょう、ということですね。結局、その、相手のタクに左右されるのは弱いんですよ。相手が考えられるどのような行動を取ってきたとしても、こちらがね、アドバンテージできるタクを取りましょう、ということですね。はい、次に、各タクのリスクとリターンがどの程度かを考えましょう。例えば、まあ、さっきまたね、ガブサーフ号になるんですけど、ガブリアスがスカーフだったとしましょう。で、相手の裏に海流がいたとしましょう。この場合って、その、地震に合わされて、相手の、例えば、リュウマイ海流とかが出てきたら、かなりリスクがあるじゃないですか。こんな感じで、各タクがね、どのような、仮に地震が通った時のリターンと、地震が海流に透かされて、こだわり状態になった時のリスクを考えることが大切ですね。まあ、例えば、このような場合でも、自分の裏に、まあ、例えば、天然ポケモン、ここがいて、リュウマイされても大丈夫だよっていうんであれば、まあこれは別にリスクが下がりますよね。このような感じで自分の選出とか、相手の型とかを考えて、それぞれの卓にどのようなリスクとリターンがあるかを考えることによってね、どの卓が一番いいかを考える基準になると思います。で、最後の最後にですね、相手がどの卓を選びそうかを考えましょう。まあ、やっぱりその、相手がどの卓を選ぶかっていう要素は結構あんまり大事じゃないんで、その、もちろんね、その状況次第でこの卓選びそうだなっていう感覚はあるんですけど、そこよりも先にその卓を、各卓を選んだ時のリスクリターンを考えた上で選択することが大切です。はい。まあ、最後にまとめてるんですけど、相手の行動よりも、卓の結果ですね。行動は結局運に左右されてしまうので、それよりもその行動の結果によってどのようなね、勉強が変わっていくかを考えることが大切です。はい。次です。これ、卓以外の側面でアドを取れる選択肢を選ぼうということなんですが、まあ、これちょっと実際にね、動画を見てもらった方がわかりやすいと思うので、ちょっとね、これは動画をどうぞ。まあ、つららでいいか。テラス切ってきそうだけどね。フェアリーかな。つららが多分、7割ぐらいじゃないかな。テラス切ってこなかったら絶対落とせる。弾だし。ワンチャン相手視点弾見えてないから舐めてそのままとかない。さすがにないか。でも、水テラ1点読みだったらね、ここ、デンテラなんだけど。まあ、普通にドクテラとかかもしんないし、ドクフェアリーもあるから。さすがにつらら、ひるみも期待で。こういうタク勝負になるときって、まあ、なんか別の要素でアド取れる選択肢を選ぶのは俺好きだな。今回みたいに、その、デンテラ一点読み、水だったらね、デンテラが正解なんだけど。あ、そう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 。でもこれは、結局、ツララでひるませた方、別のタクの可能性もあるから、
なんだろうな、その択以外の要素でアドが取れる選択肢を押すようにしてる。いるめ。こういうことね。ポケットモンスターこういうことです。まあ、結局なんか択なんて運ゲーだからね。まあ、なんか根拠があって選んでんならいいけど、あんまないなら。相手の人類が水テラスかもわかんなかった。水テラス多いんだけど、最近増えてるイメージ。オッケー。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、この択以外の部分。こっち視点でも相手の水テラスの可能性あるかなと思いつつも、まあでも、つららでひるませる可能性があるので、こっちの方がね、択を外したとしても別の側面でね、アドバンテージが取れるということで、ここはね、しっかりね、いい選択できたんじゃないかなと思います。はい、続いては負けてもいい択です。例えばですね、こちらがガブリアス、相手がサフォー、またちょっと同じになるんですけど、まあ、自信を押したいが飛行テラスが怖い。という場合がね、まあ、結構あると思うんですよ、こういうシーン。ただ、仮にですね、相手のサーフ号が飛行テラスしてきた場合、自分の裏に鉄の包みがいるとしましょう。その場合、飛行テラスをしてくれれば、裏の包みのね、氷技が通るということで、その、テラスを切らせたことによって、別の側面でアドバンテージが取れる場合は、その択は負けても OK という考えをね、持てるとかなりいいかなと思います。やっぱり特にね、テラスタルは、テラスを切らせることによって、こちらのね、一環が作れるっていう場合があるので、その辺まで意識できるとかなりいいかなと思います。まあ、ここはね結構難しいと思うんですけど、まあ、一個意識しておくと変わると思うのでという感じですね。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、卓勝負のここが大事っていうので伝えられたんじゃないかなと思います。まあね、ちょっとまとめますと、まあ、まず大事なのがお互いがどのカードを持っているのか、まあ、自分がどういうねテラスとか技とか交代とかで相手ができる行動も考えて、でその上で相手のね考えられる行動の中で全体をできる自分のカードを探していくことがまず大切。まあ、全体をできる卓がないっていう時は、その上でね各卓におけるリスクとリターンを考えた上で、そこねしっかり検討した上で、最終的にね相手が何を選んできそうによってね行動を変えていくのがいいかなと思います。あとはですね、やっぱりその卓どれを選ぶか以外の部分でのアドバンテージをしっかり考えることも大切ですね。まあ、さっきね話したようにツララヒルミですとか、まあ、あとは気合でも外したのかな、そういうなんか結構ね大きなアドバンテージを、まあ、結構なね確率で引けるものであれば、そういったねタクを選んでいくことが大事かなと思います。まあ、やっぱりね運勝ちも運負けもね、しっかりこちらで意識的に作り出していくことがね、やっぱ勝率に多少なりとも関わってくると思うので、どっちでもいいって時はやっぱりそこの運にベットするのはかなりいいかなと思います。あとはそうですね、ここの卓に負けてもいいっていうところですね。その結局その卓に勝つことじゃなくて、そのポケモンの対戦に勝つことが目的なので、卓に負けたとしても最終的に、ね、裏を通して対戦に勝てるのであれば OK というふうな、ね、思考を持てれば、勝率がググイッとね上がっていくと思うので、ぜひぜひその辺をね長期的な視点を持っていただければなと思います。今回ですね2回目の座学的なね動画になったんですけど、他にも勝つための知識として何かね知りたいことがあれば、ぜひぜひコメントの方でねこういうこと知りたいっていうのを教えていただけたら、動画化するかもしれないので教えていただけたらなと思います。はい、最後にチャンネル登録、高評価、コメントね重ね重ねになりますが、よろしくお願いいたします。 Twitter のフォローもですね概要欄に載せてあるので、リンク載せてあるのでね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。